どうも、エルザレットです。それではデスストランディングやっていきましょう。ということで、やっと、やっていくわけですが、結構ね、このゲームをクリア情報が出てるんで、どんな感じでやっていこうかなっていうところもあるんですが、まあ、とりあえずじっくり楽しみながらやっていきたいなと思います。で、始める前にちょっと注意がありまして、このゲーム結構著作権絡みが多いところがありますので、一応ライブ中は通常通り撮影するんですけど、配信するときには一部音が消えてたりしますので、お気をつけください。という感じで早速始めましょう。さあ、このゲームはオートセーブ機能に対応していると、ということなんで、セーブの仕方次第だね。まあ、ハードはいいかな。やっぱ普通にノーマルでやっていきましょう。うん、そうだね。オプションで変えれてたね。さあね、情報はほとんど入れてやってるんでね、どんな感じなのかわかんないですよね。で、新しい追加コンテンツ見つかりました。これは購入特典ですね。そう、スケルトンも見つかったと。これはまだね。ということで、購入特典は4つ手に入った感じですね。さあ、明るさの設定といきますか。明るさの設定はまあこれでいいかな。そう、結構禁止区域出てきそうですね。能力が高いと、まあそこら辺は分からないが、ムービー始まったね。ちょっと見ていきましょうか。おお、小島プロダクション、ロゴ来ましたね。まあまあまあ。最初の友達、縄と棒は人類のいるところならばどこにもある。縄。昔、爆発があった。この宇宙は爆発で生まれた。昔、爆発があった。この星は爆発で生まれた。
ここから始まりですね。いやあの女性は何だったんだろうね。三角で背中につも、キロ数も出るのね。ぬるぬるだね。ね、今回 PS4 でしてるのもあって結構ね、綺麗だね綺麗だねっていうか、かなりいいね。ちゃんと足跡を持つ。相手もこの辺り落ちてないしね。さあ、向こう側だね。この赤いところは危ないってことか。さあ、できるだけこけずに行きたいところだが、こっち行けるのか。あ、行けるね。でも全部奥側だもんな。下に落ちてるのはさすがにねっていう感じだね。これはチュートリアルかな。パッと、ジャンプがあるね。まずこっちが近そうかな。27。あそこで浜宿りでもしよう。浜宿りできますね。いや、やっぱ綺麗だなこれ。さあ、サム。主人公はサムですね。老化するのか。はあ、じゃあさっきの鳥は老化で死んだということか。人の手形だったね。おお、びっくりした。もうさっき引かれた人だね。
人が浮いてるか、直感に人影見えるよね。いやてか映画並みに綺麗だね、映像がね。これすげえな。プロローグ、ポーター。言ったよね。何すんの？そんなに強く握ってない。その涙、カイラルアレルギーね。ねえ、あなたもドゥームスなんでしょ？絶滅因子を持ってはいるが、あんたほどじゃない。あなたレベルは？見えてたんでしょ？いや、感じる程度だ。じゃあレベル2ね。ここで何をしてる？あなたと一緒よ、雨宿り。タイムフォールは言った。私はフラジャイル。あんたの噂は聞いたことがある。光栄ね。サム・ポーター・ブリッジズ、伝説の配達人。虫みたいなのを捕まえたが、いや今食べるって言ってたよ。飛びをしず、時雨にも耐性がつくの。私のとこ来ない。体勢つけるためにさっきの食べるんだ。フラジャイルエキスプレスなら人材も豊富だ。仲間に裏切られた。ほとんどが寝返ったわ。組織は崩壊寸前。それに私は首から下を時雨にやられた。もう粉々に砕けて。手伝えることはない。はあ、やっぱ老化か、体への影響がでかいんだね。俺の仕事だ。町に行くのね。気をつけて。ヘラクボロボロな傘だけどな。時雨は触れたものの時間を奪う。でも全てを消し去るわけじゃない。過去は捨てられないものよ。だからまた会いましょう、サム・ポーター・ブリッジ。お、消えた。なんか特殊な能力の持ち主っぽいね。かといって主人公も特殊な能力者的な感じだったけど、そうか、もう配達人なんだね、すでにね。さあ、スマートドラッグを届けろと。ん？赤い場は血液ゲージです。残りがゼロになると生死をさまよいますと。青いゲージはスタミナ。減ると移動速度、踏ん張る力が弱くなると。これ、後ろなんかないかな。やっぱあったよ。危ない危ない危ない。意外とだったね。まあ背中に積んで、いや結構そう考えると難しいね、バランス取りね。
何かあるね。でここは BGM が入るので音は入れれないんで後付けでやっていきたいと思います。で実際まあここいろいろアイテムがあるわけなんですが、まあ、ここで出血回復だね、まあ、ウニウニしたものをゲットしようと思ったんですけど、うまいこと手に入らなかった感じですね。で結構ね BGM 入ったところのその入るところが結構絶妙で、こう物語がすごくこう感じ取れるというか、すごくいいです。でなんでこれライブ配信の時だったら流せるんだけど、まあね、もしあのしたことない人が今見てたらちょっともったいないなっていうところですね。これぜひゲーム買ってやってもらうとか、まあライブ見てもらう方がより臨場感を味わえるのではないかなと思います。で結構そうそうこう簡単にやってるんですけど、 LR2 のボタンを押しておくとバックをちゃんと支えるんですよね。バランスを取るというか、これで多少動きが楽になったりするので、やってるところです。結構ねどんくさい感じの操作感がいいですね。人間らしいっていうかね、挙動が本当もう人間の挙動なんで結構面白いです。まあ、ここもね、で降りていったら川がありまして、初の川ですねここでね。で見てみると、まあ特にそれっぽい悪いものはないんで足場に気をつけながら行くと。ただ、ここの場合足元がどうしても、体力を奪われるのでスタミナに気をつけながらね、進んでいったところとなります。いやーこれがねー、このスタミナがあるっていうのもねまたいいよね。でスタミナの回復もその両腕で支えてないときは上がりにくいんで回復が遅いんで、まだそのバランスを取れたらもう両手の力を抜くとかね、そんな感じですね。さあ回収もできたので今ちょっと探索して周りの様子見ですね。まあ特にはないんでね、まあまあこのままちょっと進んでいきましょうか。でちょっとずつ慣れていくと、あここだったら足場大丈夫だよねみたいなのもこう使わずに行けるので、このあたりも慣れてきたらだいぶスムーズに行くんじゃないかなというところです。まあこんな感じだね。でまあサーチ使うとなおさらっていうことだね。で結構危なさそうなポイントはそうやってちょこちょこ、サーチ使って歩いていくというかね、もうほんとね山道を上がって下がって、もうトレーニングランっていうかね、トレイルランカーになんか近いような感じだね。さあ、ここまで登ってきて、多分バイクがこの辺り落ちたんだろうね、もともとはね。あ、ありましたね。元気の源が。さあ、そのまま食べれるね、そのままゲットして、食べてます。で、また水があると、一応深さの確認だけして取りきます。で、実際にですね、高齢してるときに、まあ、十字ボタンかだったかな、確か押したのがね。まあ、ボタン触ると、サムが、大声で叫ぶんですよ。もう、それがすごくて、やっぱ一人の世界なのに、その、ここにいるっていう感じがね、やっぱ、すごく、面白いなと思って、まあ、普通のゲームじゃあんまないなっていう感覚ですね。こう、ぼっちの感じっていうかね、そこの表現はすごく良かったですね。まあまあそんな感じで、まあここまでこうやってきたわけですが、またこの後通常の動画に戻って、そこを楽しんでいただければと思います。
これなんだこれ。あ、特にいけない。ああ、これ渡っていかないといけない感じか。あ、ダメ。ただ。これ、きれいに。ただね、スタミナ回復しながら行かないと、やられるね。ふっけーな。一旦休憩して、多分そこだったら浅いね。こっち行こう。さあ、どれくらい耐えれるかっていうところだよね。あ、でも結構、スタミナ耐えれるね。いや、いい。そう、ちなみに右で掴むとっていう感じか。背中に乗せることもできるわけか。じゃあどれだけ取ってしまって、あれはなんだ。ああ、アイテムがあるのか。取り行こう。せっかくだし、あそこからの眺めもちょっと見てみたい気がするからね。いやー、でもこれ一回一回ちゃんとこうやってしないとなかなかだね。さあさあ、さあこれでアイテムゲット。あー、で右下に今いいねされてたけど、なんか出るんだね。さて、落ちている荷物を運ぶと、もう、感謝される値が変わるのか。ああ、じゃあなんか、一つ一つミッション的な感じになってるのか。ダッシュあるんだ。でもスタミナ使うから、使いどこが悪いとっていう気はするね。結構ゴリ押し的な感じでいけるな。で、ここ通って。あったあった。これも背中に積んじゃいましょう。荷物を背負いすぎた、バランスが崩れやすくなると。ゆるにあるにことでバランスを取ることにしましょう。おお。スキャンを開始します。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。あ、でもこれでいいんだ。積載量があるわけね。あ、でも車と変わるじゃん。危ない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 。しっかりしっかり持ってないとだね。あ、合ってるか。いやー、チュートリアルって感じだね。三角で、長押しで下ろせると。これが背中。背中。これでどうだ。あ、
長押しずっとしてないといけないんだ。はあ。いや、そういうわけではないね。で、この方がバランスは取りやすい。なんか手荷物感じはちょっと工夫しないといけないね。あれ、意外と内側だったか。結構運ぶのしんどいね。面白いけど、さ、普通に上がればよかったね。はい、上がる。さあ、これで荷物を四角ボタン長押しで納品。さあ、納品。そうだね。なんか押すボタンあるのかな。あ、これでいいのか。一番下あったね。さあ、全員も届ける配達にと。あれかな、落ちてるものを全部持っていったからか今回は。遅かったじゃないの。伝説の配達人らしくないわよ。なんと言われてもな。あ、動かせる。それは大変だったわね。そっけなさすぎる。うちへの納品は完璧よ。まあ、納品遅延はあるけど、荷物は希望数以上届けてくれた。ありがとう。またお願いするわね。まあ、スピードも求められるのか。じゃあ結構依頼受けてから時間は重要そうだね。あ、すげえ、損傷はなしと。もうグッドポイントもさらにもらえて、さあ1672メートルと。お、 S ランクだね。あー、やっぱランクがあんのか。で、これはやっぱり配達業だね。まあ、それぞれポイントが手に入ると。で、これが配達人グレードっていうやつか。数量？サービス？成績によって評価が変わってくるってわけね。また運ぶの？違うような。でもこれ水の中も走れそうだな。ブリッジズ死体処理班のイゴールだ。サム・ポーターだな。そうか、接触恐怖症だったな。お前の資料に書いてあったよ。ブリッジズの死体処理、接触恐怖症があった。時間がないんだ、ついてきてくれ。来い。ほう、じゃあ人には基本触れない感じなんだね。これを見てくれ。あ、だから最初フラジャイルの時にすごい手叩いてたのか。はあ。
こいつを焼却所まで運びたい。死体運びもするんだ。いつ心停止した？正確な時間は分からんが、おそらく40時間以上は過ぎている。施設に隔離しなかった？病死じゃない、自殺したんだ。自殺だって。発見するのに時間がかかった。冷却処置はしたが、いつネクローシスするか。どの焼却所？一番近いのは北だ。そのルートには奴らがいる。別の焼却所、他の場所に行く時間はない。はあ、焼却炉はでもしっかりとあるんだね。カイラリウムが都市に被害を与える。ここはダメだ。今から焼却所へ行く方が危険だ。だからお前が必要だ。お前のようなドゥームスに同行してほしい。ネクローシスの初期段階に入っている。急がないとここが吹き飛ぶ。へえ。じゃあ一緒に来てくれるな。なんか反応あるみたいだね。ブリッジズとの契約成立だ、サムポーター。ただのサムだ。握手はしてくれないとね。見えない、感じるだけだ。だからこいつを持ってきた。ブリッジベイビーか。お前とこれがあれば奴らをうまく迂回できるはずだ。ブリッジベイビー。おお、そういう名前なんね。あまり気分のいいものじゃない。橋渡しの赤ちゃんね。あの世とつながるわけだからな。ゾッとする。行け。ああ、それでブリッジスか。橋渡しだからね。なるほどね。まあ、恐怖症か。接触恐怖症ね。これが物語の最後でどう変わっていくかっていうところも楽しみではあるんだろうね。そことつながりをテーマに合わせたのもまた面白いところだね。子供の頃はこんなじゃなかった。アメリカという国があって、誰もがどこへでも自由に行けた。あ、後ろ見れるの。運び屋はいなかった。ハイウェイや飛行機、そうだ、他の国へも行けたんだ。ああ、めちゃくちゃ綺麗だね。そこら中デスストランディングのせいで穴だらけだ。みんなデスストラニング。運よく残ったものも呼吸のおかげで溶けちまった。ああ、溶けるんだ、作ったもの。この世は死の世界とつながった。みんな怖くて都市に閉じこもってる。おかげでお前みたいな運び屋が重宝される。なるほどね。虹が出てる。虹？しかも逆さまだ。虹は何か影響あるのか。焼却所まであとどれくらいだ。もうすぐ出てくるぞ。仕方がない、奴らもど真ん中を抜けろ。奴らが来る。さっきの黒いのかな、もしかして。激しくなってきた。トキでも何か見えるわけでもないしね。いや、震え出した。そう、とりあえず気は止まった。奴らのエリアに入ったんだ、迂回しろ。はあ、エリアに入ってしまったんだよ。てか、雨が降ってる時に影響があるわけだね。いや、見えない。護衛はするけどっていうとこだね。
や、なんか黒くなってるし。あー、なんかすごい出てきてる。この世界では人が知られて結構問題が起きる感じが。いるよ、いないよ。おお。一瞬左になんか出たね。なんだこの感じ、ホラーに近い感じもあるよね。ああ、でも、あ、いや、時間が過ぎるのが早いから草が溶け、腐るのか、枯れるんだね。ああ。トラックも横転して、ん？なんか金色になってねえか。震えてね。しかも顔の金色がドクロマークになってたね。しかも足も怪我して。ければっていうところなんだ。はあ。あれ、 BB 持ってたね。売ってるんだね。
でも死んでなかったよね。取り込まれて爆発したけど、どういうことだ？お腹に十字の傷がある。人が浮いてるね。どういうこと？この5人は最初の方でも映ってた影みたいなもんかな。あ、でも消えたね。デスストランディング、やっぱオープニングだったか今までが。いやいや、この人は何者だ一体。この世への帰還、帰還者であるサムは死亡しても結び目と呼ばれる空間からこの世に戻ることができますと、魂を操作し結び目に漂う自ら肉体へ戻りましょうと。この金色か。あ、そんな近く。
今の BB だったよね。食べたの生きてるんだ。あ、はあ。昔、爆発が起きたんだ。この生命は爆発で生まれた。はあ。そしてまた爆発が。あれなんか手形っぽくねえか。これが我々が目撃する最後の爆発になる。はあ、じゃあ人とさっきの化け物がくっつくことで起きるってことだね。一応落ちた時には戻ってこれる手段はあるってことか。踏ん張ることで両手を開けてた方が良さげだね。手に持った荷物は転んでも身を挺して守る。あ、そういうメリットもあるわけか。へー。出血しすぎると転びやすくなり移動する力が鈍くなりますと。クリオ、さっきのやつね。それぐらいかな。そんなもんだね。じゃあ次行こう。エピソード1、ブリジット。目覚めたか。どんな感じなんだね、結び目からの帰還というのは。なんかすげえ知ったかのような。俺は医者だ。と言っても元は観察医だな。俺はデッドマン。死者とは仲良しだ。だがもちろんあんたと違って一度も死んだことはないんだ。それは取らない方がいい。俺の専門ではないが、それがあんたを守ってくれるはずだ。ほら。囚人ってわけか。手錠ではないよ。これは我々を繋いでくれる。我々。いや、どう見ても手錠にしか見えんじゃけどな。あんたたちは。そうだ、ブリッジズだ。未来への架け橋、あるいはそう、絶滅への延命。それでここは今は何時だ。いいか、皮膚に装着してみるんだ。こうやって。落ち着け。手錠端末があんたの肉体とつながるぞ。見てみろ。あ、へえ、これでそいつがメニュー画面が開けるようになるんだ。いや、そいつで我々がサポートする。今監視するって言ったよね。いや、その間にあんたの特殊な体液を採取させてもらった。あんたは機関車、
特別な存在だからな。死体処理班はどうなった？セントラルノットシティはボイドアウトで全て吹き飛んだ。ゲームオーバーだ。巨大なクレーターになった。後ろにゲームオーバーって書いてある。あんたが接続していた不良品のブリッジベイビーだけだ。あのベイビーは？あれは機能を終えたから廃棄処分にした。残念。え？みんな処分した。容赦ねえな。あの死体処理班だけでもない。俺の部下も我々の本部もフレデフォート、つまりセントラルノットシティも。おかげでこのキャピタルノットシティことサドベリーの支部が新しく本部に格上げになった。ブリッジズの実行部隊もほとんど失われた。あれから2日間が経過してはいるが。あ、モンスターモンスターいいな。幸い長官と支援部隊はボイドアウトを免れたんだ。だから指揮系統はまだ生きている。対象率っていうんだね、ボイドアウト。起きたばかりで悪いが、あんたに頼みがある。それが機関車のステンシルかね。ところでそのあざは？洞窟で女に捕まれた。なるほど、アフェンフォズムフォビアか。それで一人、いや距離を置いているのか。よく覚えておくよ、サム。そう、急を要する配送があるんだ。大統領のところにモルヒネを届けてくれ。薬か。もう合衆国はない。セントラルノットの市長か何かか。いや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 、市長ではない。アメリカはまだ生きている。大統領は末期癌で危篤状態にあるが、まだ我々の世界につながっている。行けばわかるが、あんたには届けるべき理由と責任がある。あんたが行けばいい。俺はここにいないんだ。すまんな、これはカイラルグランだ。あ、だから最初泣いてたのか。カイラルの影響で涙出てきてたんだ。カイラル通信によるアレルギー反応だ。本当の俺はこの先の隔離室、三角の建物にいる。薬はここだ。ブリッジズとのフリーランス委託契約だ。サム・ポーター・ブリッジズ。薬なら隔離室にもあるだろう。本当の狙いは何だ？正直に言おう。大統領があんたに会いたがっているんだ。アメリカの大統領があんたを待っている。大統領とそもそも関係があるかどうかっていうところも気になるけどね。それでいい。では後ほど隔離室で会おう。第一章とかオープニングが終わったわけだよね。サム・ポーター・ブリッジズへの配送依頼、大統領に処方したモルヒネを隔離病棟まで届けてくれ。隔
隠れ病棟でね、こういうのに行くとどっか相手持ちてないかなって思ったりするけど、まあ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 今回ここまでにしましょうか。だいたいこれで、おお、マップも開けるようになってるね。オープニングも終わったことですしね。まあセーブして、うん、いやでもオープニングも結構長めだったけどボリュームもあって面白そうだね。いやいいね。とりあえずこのアイテム届けて話が進んだら自由行動ができるようになるのかな。まあそんな気はするんで、まあまあそこは次回お楽しみとしましょう。ということでここまでライブ配信の方ご視聴ありがとうございました。動画の方で編集してまたアップはしたいと思いますが、まあまあまあどんな展開になるかはじっくりやっていきたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたの。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。